今年3月、旭川市において中学2年の女子生徒が亡くなられた事案について、旭川市に設置された第三者委員会において調査が進められております。本件につきましては、これまで何度か報道でも取り上げられておりましたが、先日8月18日、当該生徒の保護者の代理人弁護団が会見を行って、当該生徒の実名や写真、ご遺族の手記を公開され、手記においては事実関係の究明、公平、中立な調査の実施の依頼等について記載されておりました。これまで文科省としても旭川市および北海道教育委員会へ事実確認などを行うとともに、継続的に指導助言を行ってきたところでありますし、また先日の記者会見でも本件についての所見を聞かれ、私としては第三者機関が調査をしている最中なので、今まで行政当局とのやり取りは引き続き行いますけれども、加害者の児童等の存在もありますので、丁寧な対応でその行方を見守りたいというふうにお答えをしたところですが、その後、市長が任期途中で退任をするという報道を受けましたので、このような深刻な事態の中でですね、まだ中間報告もなされていない中で、首長が退職をするということに対して、私は極めて危機感を覚えましたので、昨日26日に文科省の担当課長を旭川市に派遣をしました。現地では旭川市の教育長および北海道の担当局長、第三者委員会の委員長から現状等をお伺いするとともに、ご遺族の意向を伺いながら調査を迅速かつ適切に進めること、第三者委員会の中立性を担保しつつ、ご遺族の不安感、不信感を軽減させるため、ご遺族に対してこれまでの進捗状況についてしっかりと報告を行うことを、文部科学省の担当課長よりお伝えをしたところです。その結果、旭川市において近日中に会見を開き、第三者調査委員会の進捗等について説明を行う機会を設けるとの説明を受けました。事実関係等について第三者委員会による調査を鋭意進めていただくとともに、文科省としても引き続き両教育委員会からの状況報告を求めながら、必要な指導助言を行ってまいりたいと思います。どういう中身の発表があるかちょっと私も分かりませんけれど、先ほど冒頭申し上げた通り、これ本当に多くの国民がですね、心を痛め、また注目している案件です。他方、未成年者の登場人物がきっといらっしゃるんでしょうから、そういう意味では、配慮に配慮を重ねた対応をしていることを、我々は寄り添って、一定時間かかることは仕方がないなという思いの中で、単に催促をするんではなくて指導助言を繰り返してきたんですけれど、ちょっと先ほど申し上げたような局面があって、ちょっと私もびっくりしました。これだけの重大案件抱えて、市政のトップが変わるっていうことが、任期満了なら仕方ないですけどね、どういう理由だか存じ上げませんけれども、途中でお辞めになるような報道が事実だとすれば、これはやっぱり在任中の責任できちんとですね、途中経過、あるいは結論、こういったものを出してもらうのは当然じゃないかと思ってますので、そう遠くない、しかるべき時期に旭川市がきちんと公表するということを期待しています。